久保ゆりかアルマギア情報局。皆さんこんにちは、徳井そらです。皆さんこんにちは、久保ゆりかです。はい、徳井そら久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。はい、ということでゴールデンウィークも明けまして、うん、明けますかね。あの祝日のない6月がもう来ますよ。そうなんだ、もうそういう感覚ないわ一切。なんかやっぱ仕事してるってさ、確かにね、そうか、あってもいいしなくてもいいしって思ってるけど、毎回やっぱそのゴールデンウィークいつなんて思ってる。そうね、うん、そうなのよ。今年もちょっと難かったと思う、ね、間ちょっと平日があったりして。そうだよね、誰が10連休って言い出したんですかって思っちゃったよね。しかもさ、なんか毎年、うん、今年は多い人だとなんか10連休なんですよって毎年言ってるじゃん、うんうんうん、今年はとかないよって思っちゃう。今年もだよって思っちゃうんですけど、いつも多い人は10連休だよ大体ね。そうですよね、うん、有給とか使ってってことですかね。そう平日を埋めて、はい、だからゴールデンウィークっていうのは自分で作るものであってそうだよ、ね、与えられるものではないということが分かってしまったよね。そういうことですね、うん、まあだから結構だから外に人多かった気するな。多かった多かった、うん、移動する時でも ね特になんか多分都心からめっちゃ行きやすいなんか江ノ島とか、はあ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 、なんかちょっとしたその辺のところは鬼の混みようだったってよ。どういう人、どういう人のどういう目線で今だってよ。聞いたことないテンションで、うん、テレビで見ただけですけどね。都内近郊、まあそうだね、そう、まあ、ちょっとお天気も、まあ、悪くなかったもんね。ちょっと晴れたよね、ちょっと晴れたって感じ、うん、大雨少なかったかな、うん、多分って感じだった、うん、まあそうですか、まあ、皆さんはねちょっとエンジョイされたんじゃないですか。そうね、暖かくなってきて、天気いい日にね、まあのんびり散歩するだけでも、そうですよ、違いますから、違いますよ、外の空気吸って、そう、ね、なんか本とか読んで、本ね、外でね、うん、外でね、うん、いいと思いますけれども、いないのかなあんまりそんな人は外で。いやでもいいんじゃない、公園とかで、うん、ね、スタバとか、うん、スタバとかタリーズとか、うんうん、え、地元にスタバができたって話したっけ。してないし、なかったんだ。なかったの、え、藤本ってこと。え、そう、房総半島に千葉県の南の方にはスタバがなかったんですけど、うん、ついに4月にね、スタバが、うん、よくあるあの一戸建てのスタバみたいな、うん、あ、田舎にあるやつね。そうドライブスルーができるやつがオープンしまして、うんうん、すごいよかったと思って、うん、でオープンの日、うん、ツイッターでちょっと見てて盛り上がってるかなと思ったら、なんともう激込みでしたみたいな、初日からやっぱ大行列ですみたいなツイートがあって、ね、うん、大行列か、そうだよねと思って、うん、どんぐらい並んだんだろうと思ったら、なんと開店前から車4台の大渋滞みたいな感じで書いてあって、車4台か、それは混んでるわと思ってた。へえ、そうなんだ、そういう、うん、地域なんだ。そういう地域、車4台もいたら駐車場に、うん、もう渋滞だ。そう、ドライブスルーにそんな4台も並んでたらちょっと驚いちゃうよね。マクドナルドとかのドライブスルーは常にそんな並ばないの。マックのドライブスルーは並ばないかもね。そうなんだ、うん、行ったらもうスーンって書いちゃうんだ。もうすぐ、うん、プロだねみんな。そうで、ついにスタバができたから、うん、あのスタバ LINE とかでさ、なんかチケットみたいなの送れるじゃん。だからオープンおめでとうってお母さんにチケット送った、うんうん、でもまだ飲んだよって報告はないね。言ってないね、まあ、混んでるから、まだしばらくは混んでるから、うん、確かにそうなんだよね、うん、でお母さんはさ、コーヒーとか好きだから、うん、まああげたとして、うん、果たして親父にもあげるべきかどうか悩んで、結局あげなかったんだけど、うん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 、あげた方が良かったかな。でも親父フラペチーノなんて飲まないよね。飲むかもよ、暑い日は飲むかな、うんうん、試したことないだけでね。そうアイスクリームと同じような感覚でどうぞっつって、うん、あげた方が良かったかな。あげた方がいいと思う、父の日。あれしようかな、うんうん、アイスコーヒーでもいいわけだしね。そう、なんかコンビニのアイスコーヒーとかよく買ってるらしいんだよね。あー、なるほど。そう、ただ、うん、親父
一人でスタバに行くかなと思って。いやそこはさ夫婦で行きゃいいじゃんみたいな。そう、そっか、完全にそうなんでさお互い単体でセパレートして行く必要なくない？完全にバラバラでイメージだからお父さん注文できないかもなと思ってやめちゃったんだけど、途中まで聞いてた人はあれなんか別で暮らしてるのかなみたいな、ちょっとさちょっとだけなんかなんて言えばいいか分かんない、一緒に行って使えばいいのか。そうですよ、その発想はなかったわね、一緒に買ってなんか房総の海の近くで飲んだりとかしてさ、確かに確かにしてよかったんですけれども、そうか、え、それってお家からどれぐらいの距離な、あのね、遠いの？まあ、うん、車で20分以上、そうですよね、30分ぐらいとかまあでもそれでも近所になりますからね、うん、最寄りの、ね、もうスタバのアプリのマイスタバみたいなとかもうそこよマイスタバというかみたいになっちゃうけどね、うん、そう確かにそこになるから、いやかなりビッグニュースでしたね。あでも若者嬉しいだろうね、そこで生まれてね、嬉しいよ学生の子はね、めっちゃたむろするんじゃない、たむろしちゃう。でもお店の中もさ、うん、まあ言うてそんなに広くはないだろうから、まあ駐車場とかにたむろしちゃうから、まあ、よくないですねちょっとよくないですね、みんなどこで飲むんだろう、海じゃない、海、ね、うん、はあそこ海ちょっと離れてるんだよね、でも海、あどうかな、じゃあお家に持って帰っちゃうじゃない、持って帰っちゃうかな、もしかしたらね、ちょっとそうだね、夢は広がるけどね、学生の女子高生たちはもういいね、嬉しいと思います。確かにあそこでスタバ買って海まで行ったとしたら、まあちょっと、ぬるくなるかもしれない、うん、チャリで、あチャリだったら多分、うん、いけるいける、半ぬるぐらいかな、うん、うん、いけるいけると思う、じょいやビッグニュースだったわ、そうだ、ね、地元のめでたいです、めでたい本当に、なんでねこの夏、うん、房総に遊びに行く方安心して、あのスタバもありますんで都会になりましたんでねはいはいはい、よろしくお願いします、お願いします。ということで、はい、今日も楽しくお届けしていきましょう、アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。久保ゆりかアルマギア情報局、改めまして徳井空です。久保ゆりかです。え、高校生の時何飲んでた？水とかじゃない奈良の水、ポカリ、うん、奈良の水じゃないと天然水みたいな、なんかお母さんが沸かして一、うん、回沸騰させてそっから冷たくした、あすごいちゃんと柔らか水にしてるんだ、うん、そうだね、なんかその水道水飲んじゃダメって言われてた、うん、地域、うん、だったよ。でも、うん、体に優しいそうな気がする、そうだよね、そっちの方が、うん、そうだよね、なんかまあ東京だから、東京に来た時東京の人ってめっちゃ水道水飲むよって聞いて、うん、びっくりしたのよ。なんか東京の水道水がめちゃくちゃ綺麗ですから、うん、みたいな言われて、うん、って思ってたけど言うてるわ、ね、言うてるわと思って別に沸かしてもよくないってその、うん、ね思ってたけどさ、うん、お水とかお茶とかちょっと紙コップ、デカ紙コップデカ紙コップだともうエースコックみたいな感じブタキム、ブタキムみたいになっちゃうブタキムサイズ、ブタキムのさ容器でかいよね、あれね、でかいよ、他あんまないよね、でかい、ヌードルは大体縦長だし、ブタキムだけさもう安定感あるよねなんでだろうね、大盛りだからかな、あれのこと言ってたわけじゃないよね、紙パックだでか紙パック、まあ紙パックだよね、うん、牛乳パックの形のやつだな、そうだね、いやあれのリプトンめちゃくちゃ飲んでた、でも家の近所にそもそもコンビニ小中学生の時ほぼなかったからな、うち、うん、小中はなかった、なかったよね、うん、そうなんだ、めちゃくちゃ遠かった、もうそのチャリで30分かかる場所まで行かないと、うん、ファミリーマートしかなかったし、うん、なんか一択だ一択だったのよ、うん、だからうん、何にもだからテレビとかでなんかローソンの、うん、とか聞くと、いやローソンの商品買えないんですけどって思ってたら切ないね、ファミマしかなかったな、なんだろうね、何飲んでたって初めて聞かれたわ、うん、やっぱリプトンはみんな飲んでるんだなと思って、そんなの買ってもらえなかったよ、なんか購買にリプトンが売ってて、中学の、あ高校の、そう、そんで買って、
もう常に飲みながらだったんだけど、まあね、まあね、糖も頭に入るしね。そう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 、うん、確かにめっちゃ飲んでたわ。美味しいね、うん、確かにな。今やっぱ都会に出てきたのもあるし、うん、大人で自分で自分のものを買うようになったから、うん、選択肢めっちゃ広がったけど、うん、そうだよね、なんかいかに量を飲むかって感じだったよね、学生時代は。そうだね、うん、大きくて甘くて美味しいって感じだよね、リプトン。お水だって買わなかったね、そう考えると。確かにお家からそのペットボトルとか水筒で、ね、味がないとやっぱちょっとお得感がないし。確かに。あとリプトン安定感がすごいじゃん、四角だからめちゃくちゃリプトン押してくるけどね、うん、確かに間違いないよ。そこがしっかりしてるからさ、机から落ちる心配があんまないみたいないや、そんな机に置いとくことある？ずっと置きっぱなしだったリプトン。え、うん、いいんだ。へ、そう、高校優しいなと思ったのが、うん、自分の好きなタイミングで飲んでいいんだよね、やっぱ飲み物を。お水以外も？あ、そう。お水そんなんダメだったよ絶対。うん、なんか水筒に入ってるものしか飲んじゃいけなかった気する、うん。あー、うん、なるほどね、うんうん、持ってきたものだけみたいな、うん、そう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 、まあ、じゃあ何入っててもいいのと思ったけどそうだよね、うん、見えないからね、うん、はあ、そうなんだ。やっぱ場所によっても全然違うのかもしれないね、うん、あー、面白い。みんな何飲んでました、学生時代、ね、皆さん。そんなことよりですよ、そんなこと、なんと、あの、うん、アルマギアのコミックの会議ですね、ついに我々ミューキャットとフェスタが登場したと、うん、はい、26ぐらいからですかね、うん、はい、嬉しいですね。感想が来てないそうですえ、そんなことあるって、やっぱみんなもう、うん、お、感動のあまりもう、うん、あ、もう飲み込んじゃった、うん、飲み込んで、うん、フリーズ、フリーズしちゃった。今よ、みんな送るときにってその普段さ、うん、なんかなかなかこの番組読まれないなってその思ってるとしたら、うん、こういうことよって、その、あ、確かに、うん、みんな大喜利の方にとかに集中しちゃってたかもしれないね、はいはい、そうですね、うん、なんとフェスタさんもういきなりサービス、はい、展開からさせていただきましたね、はい、かわいかったしね、つって、うん、つってで、ミューキャットがミューって呼ばれてて、ミュよくないって、ミューキャットまで呼んでよくないって、そのフェスタミューキャットほぼ変わんないよって思ったけど、ミュ、うん、キャットじゃなくてよかったわキャットはキャットちゃん、キャットはなんちゃうとちょっと違うけど、はい、うん、もちろん見てはくれてるんですよね、多分みんなね、うん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 、そうなんですよ、うん、いや嬉しかったね。なんかしかも2人セットで出てくるのもいいね、なんか別々に ね出てくるのかなと思ったんですけど、コンビみたいな感じ、はい、仲良さそうな雰囲気で、うん、一緒に歌ったりなんかもしちゃって、はい、ね、せーのみたいな感じだったもんねなんか分かんないけど、いや、ね、そんな感じだった、ね、うん、あたりがピンクになってさ、そう、ファーってなってすごい素敵だった、うん、はい、まだ見てない方にはね、ぜひチェックしてください、はい、アプリの方でも本誌の方でもぜひ見てください、感想もお願いします。でちょっとお便り紹介します、やっていきましょう。ラジオネーム和彦さんからいただきました。ありがとうございます。徳井さん、しかちゃん、こんにちは。こんにちは。先日 YouTube のアクアリス公式チャンネルに、うん、公式 BGM アルマギアプロジェクト特別全曲視聴動画、2021年までみたいな感じかな、うん、というこれまでのアルマギア楽曲が全てフルで聴けちゃうとんでもない動画がウップされている、アップってことでいいですか？いいですよ、はい、ウップされているのを発見しました、うん、その尺なんと52分38秒。長い、1時間あるね。この上記を意識した大場振る舞いの感じ、まさか京マフのチラシを両面から印刷で発注し、うん、アニメジャパンの冊子をフルカラーで注文したやつの仕業ですか、うん、アルマギアさん気をつけてください、敵は内部にいます。は、はい、アルマギアさんの仕業ですかね。そうですね、やつだとか、うん、やつじゃないだとかじゃなく、アルマギアさんそのものの、うん、はい、仕業というか、ね、はい、まあ粋な、はい、計らいですわ、計らいです。まるっと聞けちゃうわけですね。知らなかったわ、私、ちょっとごめんなさい、私も知らなかった、そんな粋なことしていたんです ねこれなんかタイミングあったんですかね、そのなんか理由が、何周年とか、まあ、急に思い立ったのかな、アルマギアさんがそのやっちゃえってなんかそのなったんかもね、あったのかしら、あ、舞台化とかでちょっと、あ、なるほど、より新しい展開がみたいな、盛り上げていきましょうって、今こういうねものがありますよっていうのを盛り上げていきたかったのかもしれませんけれども、うん、いいね、なんかゆっくりぜひ聞きながらお風呂でも使ったらいいんじゃない？いいと思います、ね、あると思います、はい、
いいと思うけどな、はい、お風呂、うん、いいんじゃない、そのね、そのスピーカーだけね、お風呂に持ち込んで、そういうお風呂、うん、防水スピーカーって、うん、で脱衣所に携帯置いといて、うん、ね、YouTube 流して、うん、はい、いいと思います。ぜひ聞いてください。聞いてください。ありがとうございます、はい、じゃあもう一つ、はいよ、お名前なしですね、はい、こんにちは、さんありがとうございます。サラマルさん、シカちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。ちょっとこんにちは、フライングしちゃいました、ごめんなさい。先に言っちゃいましたね。はいはい、いいことですよ、挨拶先にするの。はい、先日の放送で、うん、高校の校歌一番覚えてないとおっしゃってましたね、うん、おっしゃる通りだと思います、うん、ですが野球部だった自分は違います。うん、甲子園をテレビで一度見たことあると思いますが、うん、試合の後に勝った高校は校歌を歌います。そうだね、一応地方の予選大会でも校歌を歌うため、その時のために練習の最後は部員みんなで並んで校歌を歌っていました。そうなんだ。そういえばアルマゲの学校ってどんな校歌なんですかね。音楽メインの学校なのでものすごい校歌なんでしょうねって書いてて、うん、確かに。でもその学校がさ、うん、描かれてるのって結局このラジオ上でのミューキャットと、そうだね、そうそう、フェスタの話だけじゃん、多分、うんうんうん、そのコミカライズではそういう学校編とかじゃないから、一応学校に通ってるんよみたいな雰囲気はあったけど、まだねそこ校内みたいなとこは描かれてないもんね。でもそう考えるとそうだね、うん、なんかあってもいい気しちゃうね。ね、でもそしたら2人しか歌えないからなんか他の生徒役も全部自分たちでして、ね、やっぱ音楽系の学校の校歌ってレベル高いのかな。宝塚とかも高そうだもんね、そのなんか裏拍で入るみたいな、なんかそういうあーなるほど、まあまあ優位みたいなさむずいよね、みんなで遊ぶのむずいよ、みんなで遊ぶのむずい、そうそうそう、心を一つにするのはやっぱそのそうだね、ピアノの伴奏の人とかとも気持ちをさ、ハモとかさあんのかな。1年はあると2年はソプラノとかあるんじゃない、あんのかな。でもなんか作ってって言ったら作ってくれそうだけどね、作ってくれそう、うん、一瞬だけの、うん、一瞬だけのやつね、うん、この番組用にちょっと言ってみようか、レオムさんに。確かに、うん、想像主はなんか言ったらとりあえずいいですねってその言ってくれるかもしれないね、言ってくれる、うん、でなんかこのラジオのテーマ曲的な意味合いも兼ねて、そうだね、ついに最初のトゥルルルルルルルがなくなってあれあれなくなっちゃうの寂しいな。そうだよ、あれをじゃあもう効果にしたらいいんじゃない。あれを効果にして歌詞を入れ込んでもらうの、そもそも今日も朝日が昇るよ嬉しい、確かにむずいからぽいかも、音楽学校っぽいかも。そもそもあの音楽ってなんなん、今ずっと思ってたけどさ、あの音楽って何、この番組よ、あれはなんかフリーか、フリーそう、じゃあ他の番組でも全然使われてる可能性あるってこと。俺は知らないってその友達が言ってます。友達知らない、友達は途中から ね、 ものだからね、確かに確かに、うん、勝手に使われてるんだ。でもかなこが言うには、うん、多分フリー、フリー、じゃあなんかアルマゲのテーマだもんね、うん、と思ってたけど他の番組で使われてたらさ、うん、ちょっとそうもいかなくなっちゃう、ね、エンディング効果じゃない、だから大体確かに、うん、エンディング効果にしてもらおうか、うん、いいかもしれない、ピアノのね、うん、伴奏の、そう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 、うん、めっちゃなんか寂しくなるようなやつ、あー寂しい系の、うん、あいいかも、うん、そう、さよならじゃないよみたいな一人じゃないよ効果途中セリフあったらどう、俺たちは進むこの道を信じてみたいな、ちょっとラップみたいになっちゃうけど大丈夫ですかそれいいないいですね。まあでも言ってみたら多分私たちが適当じゃないけど、まあまあそのノリで言ったことをレオムさんめちゃくちゃ吸収しすぎて、あ そんな壮大にしてくれるんですかっていう、ね、衣装とかもさ、だってこの番組でちょっと来たかねとか言ったやつがさ、はいはいはい、実現したからもしかしたらあるかもしんない。そうそうそう、そうなんですよ、うん、なので、まあ、言ってみるのありかもしれませんね。ねありがとうございます、きっかけをいただきました、作ってみたいです、ありがとうございま す。引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。はい、それではここで一曲、ディーバミューキャットでシンガーソング。「
黒ゆりかアルマギア情報局。一言大喜利。はい、現在好評連載中の漫画アルマギア、その中の一コマの吹き出しを使っての大喜利コーナーです。今回のお題はこちらでした。じゃらーん、うーとなっているものの、はい、何を言ってるのかですよ。何に対してこうもう目を曇らせちゃってますからね。うん、ハイライトがちょっとそうね、はいはいはい、汗もかいちゃってる感じ で、 そうですね。さあ、ククルちゃんが何と言ったのか、はい、じゃあ読んでいきたいと思います、はい。まずはお名前へその匂いさんからです。あなた、お米洗剤で洗ったことあるって本当？あったんだねね、うん、うん、ちょっとあったんだね。たまにある、やって到来みたいなミスでいいと思います。うん、そっか、かわいいんじゃないですか、うん。洗剤で洗った後のお米ってもう食べれないのかな。めちゃくちゃ洗ったらいけんのかな。その後むちゃくちゃ洗えばギリいけるかな。でもなんか染み、お米ってすぐ吸収するっていうもんね。だから本当は一発目のお水、めちゃくちゃいいお水で、あの、洗った方がいいって言ってた。ほんま一発目じゃ、うん、洗っちゃよくないんだね、うん、あ、そうなんだ。じゃあちょっとアウトかもね。そうですね、うん、そりゃもう食べれなくしちゃったんだっていう。残念、うん、アウト、アウトでした。すみません。じゃ続きまして、はい、お名前直立不動さんからいただきました。ありがとうございます。ねえ牛、トラ、うー、はい、はい、えと言わせるっていうね。あ、なるほど、うん、あ、なるほど。どういう状況でそうなったんでしょうかね。なんだろうね、うん、うん、全然私もと一個しかわかんないって言ったんじゃないだから私ちょっと一個しかわかんない。じゃあ何言え、でもその一個がどのタイミングのやつかわかんないってその言ってね、牛、トラ、うもう明らかに言いやすいように多分その間を作ってあげたのかな。優しいね。優しい、うん、優しい、うん、意外とね、うん、そう考えたらいい図ですね、うん、言えたっていうね、とこだね。確かに、うん、いいと思う。じゃあ続いて、はい、気合を入れて、お名前ともちっちさんからです、はい。ところでこのコーナー、いつまで新コーナー扱いなわけ？う、新コーナーじゃない？うん、え、あと、え、どこにそんなこと書いてあるの？新コーナーだよ、この年月を考えると。あ、まあ、そうですよね。比較的他の、うん、まあ、っていうかまあ全部なんだけど一新したから全コーナーが新コーナーなんですよそのはい、そうなんです、うんうん、まあ1年ぐらいはいいと思うんですけど。そうね、うん、でもなんか気にしてんだね、そういうことね、うん、初心者マークみたいな。もう1年はつけなきゃいけないんですよ。新コーナーですか。そうそうそう、うん、確かに確かに。それ以降もまあ自分がまだ新だなと思ったらつけてていいって、うん、初心者マークもそうですから。あ、ずっとつけててもいいの？1年は義務なんだけど、それ以降も自分の運転とかに自信がなければやっぱ周りの人に知らせるために。なるほどね。そうです、だから私もずっと初心者マークつけてます。あ、ほんと？そうです、だから効力はないですけど、うん、本当の初心者じゃないから効力はないけど、うん、でもみんながちょっと優しくなるみたいな。そうそう、まあね、そうだね、まあ、気にせず、うん、パーってされることもあるけどその私が悪いのよ、だいたいごめんなさいってなるんですけどだからちゃうな、そのパーなるかもしれないね。あ、そうだね、うん、いつまでつけてんだよ、つけてんのパーだね。そうなんですけど、まだまあ1年は。そうですね、しばらくはちょっと進行なでやらせてもらいます。いただけたらと思います。はい、さあ、ということで皆さん今日もたくさんありがとうございました。次回のお題発表したいと思います、はい。次回のお題はこちら、もう満面の笑みのククルちゃんです。ククルちゃんってさ、うん、このコーナーで使われすぎ問題、うん、ククルなんて言ったのコーナーにしてもいいかもしれないですね、はい、大喜利というか、うん、そうだね、はい。次回のククルなんて言ったは、ほにゃららほにゃららら、このククルちゃんがそう言うんやから間違いないでーです、はい、これは何を自信満々に、うんうん、
寄りやすいかもしれないですね、もしかしたら、うん、ぜひ皆さん考えて送ってください。はい、回答は番組のいつもの宛先またはガンマのコメント欄で募集します。たくさんの投稿お待ちしております。得意ソロ久保ゆりかアルマギア情報局。ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。アルマギアプロジェクト6枚目のシングルが絶賛発売中です。 DVD にはアルマギアオリジナルミニアニメーション映像を収録、今作の4人の新キャラクターが出演しています。はい、そして久保さんがディーバとして参加したパレードプロトコルディーバフェスタ、小倉優衣さんがディーバとして参加したルッキングオーダーディーバクルシュ、私がディーバとして参加しているスカイメーカーディーバミューキャット、そして久保さんと私が参加しているミュージカルコネクトも現在好評発売中です。そしてピッコマ LINE 漫画ガンマ月刊アクションにて漫画版アルマギアが連載中です。月刊アクションは毎月25日に発売ですよ。コミックスの一巻の発売も決まっているので、うん、ぜひチェックしてくださいね。はい、そして最後にアルマギアが 2.5 次元舞台になります。こちらも続報をお待ちください。詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトにてチェック。以上アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。得意空久保ゆりかアルマギア情報局。得意空久保ゆりかアルマギア情報局、そろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのメッセージ大募集中です。募集しているのは一言大喜利とおこぼれマギア、新コーナーですね、はい、新コーナーですどっちもはい、その他普通と感想をお待ちしております。はい、メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号105の8000に文化放送得意空久保ゆりかアルマギア情報局各コーナーまで。メールの場合はすべて小文字でマギアアットマーク jokr.net です。マギアの綴りは MAGIA となっております。はい、はい、ということで、うん、漫画の方にも、うん、ミューキャットとフェスタ登場しまったしましたんでしてしまったしてしまったんでまだあ見てしまってないなっていう方はぜひあの読んでしまってください。全部事故になってんだけどはい、ですですです、はい、読んでしまってください。はい、感想ありましたらお便り送ってしまってくださいお願いしますということでこの番組は各週更新なので、はい、5月22日のこの時間は同じ内容が放送されます。次回109回目は5月29日に更新です。お楽しみに、うん、ということでここまでのお相手は得意空と久保ゆりかでした。バイバーイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。